흐흐 히히 몬스터분 안녕하세요. 쿠키 커플의 크리코입니다. 김경식입니다. 오늘 토픽스와 닉강 커플가 닉강 夫婦になる時 결혼에 대한の不安とかを話します.それで 한국인도 결혼가 좀 難しいかな? 不安かな? 일본인도 결혼가 難しいかな? 不安かな? 어젯밤에 인스타그램 라이브로 한일 부부가 되기 위해서는 어떤 문제가 좀 있을까요? 장점도 많겠지만 단점에 대해서 많은 이야기들을 해봤거든요. 다음 달에 결혼을 하실 분도 계시고 신혼이신 분들도 계셔서 이くつか 메모したので それを 話していきたいと思います. 1つ目 결혼への 不安. どこに住むか. 全然環境が違ってくると思うので 結局一人は 外国に住まければならないじゃん 何かを犠牲にしないといけないじゃない 鹿児島から例えば福岡に嫁ぐとかっていうのでも抵抗ある人いると思うけど それが国が違うからもっと大変なんじゃないかな 次! 両親への説明 付き合ってる時に彼女が日本人なんだとか彼氏が韓国人なんだっていう時と結婚したいから韓国人と結婚したいんだとか日本人と結婚したいんだっていう時のハードルはあるよね。やっぱり違いますね。付き合ってるってなったら さすが私の息子黒ボラだね。インターナショナル友達もいるんだねみたいな感覚が結婚ってなったらえじゃあ家族になるの。結婚ならば両親の家族がなりますよね。そうそう人事じゃなくなるからやっぱ急に気になると思う。急にチェックしますじゃな。急に急に急に。お金がいくらかなあの人両親はいい人かな。それに国籍が関係してくるともっともっとなんかあるのかなっていうのは歴史の問題子供の子供を育てる時にお互いの国の歴史をどんな風に教えるかっていうのがすごい問題。お母さん竹島って何って聞かれた時にどっちのポジションで話したらいいのかっていうのを。いやあ、これ真っ直ぐ難しい。自分の国の方をこうしちゃう。もちろん一人好みも日本ではいい人じゃん。韓国でもそんなに悪い人はないや。もちろんもう日本では韓国でそんな人があるかもしれませんし。いや、이건 진짜 先輩たちね、視聴して。例えば最近またと日韓関係がめっちゃ悪いんで、もし子供がお母さんお父さん今どんな situation이에요?それなら持ってて진짜もう어떻게その。それで誰よりもっと勉強が日韓文を知ってる。そうだね。歴史を知らないと教えられないので、ちゃんと勉強を自分たちがまずしとかないといけない。政治と歴史の話ができない。もっとできなくなる日韓カップルより。 彼の家族も彼女の家族もすごい気を使う。テレビのチャンネルを変えたりとか、ニュースがあったら面白いにチェンジャーも。お互いの家族は良くても、お互いの両親の友達とか、こういうニュースを見たら、あ、大丈夫息子さんとかそういうこともあるっていうみんな悩んでたよね。 2人は正直どんなぐらい何の話でもいいです。問題ないけど、でも両親はまだそんな準備じゃないでしたけど、そこまで。でも両親にごめんなさいっていう気持ちがある。生活スタイル、トイレとお風呂が一緒が嫌だっていう人もいましたね。なんか朝めっちゃ忙しい時にあトイレ行きたいって時彼が歯磨きとかしてたら、一瞬したらいいじゃない。それがちょっと抵抗があるんです。韓国のそれでトイレは2つじゃないの。 あ、結婚文化がやっぱり2つ違うのか。結婚式のスタイルをどっちに合わせるかっていうのも大事にしてる人は大事にしてるから、なんで韓国スタイルなのとか日本スタイルなのっていうので揉めることはあるかもしれない。日本と韓国何が違う？時間。あ、韓国基本短いし、ご祝儀。 お祝いのお金じゃん。日本はだいたい3万円だから。友達うちが3万円。普通に3万円。だから結婚式が5本とかあったら15万いくからね。なんか多分みんなあるあるだと思う。社会人になってすぐ22歳とかで結婚します結婚します結婚します。おめでとう行くねって20万ぐらい気づいたらない。両親が病気の時とか子供が大学のテストの時とかどっちに行くのかっていうのが。 맞아요. 어제도 막 이야기를 한 게 이 둘 중에 한 사람은 부모님이 떨어져서 살아야 돼요. 외국에서 살아야 되고. 그래서 막 両親の足が悪い。足の病院が日本がもっといいところがあるなら日本に連れて行くのか東京にもっといい病院があるから東京に行こうっていうのとまた違うじゃない。そこもちょっと考えるよね。 次、家族を大切にするから、やっぱり結婚ってなったらワイプよりも家族を大事にする。
それで韓国人と結婚がちょっと難しそういうなんか日本人ももちろんそんな人はいるんだけど、うん、ワイプも同じぐらい大事にするように見せてるんだけど、うん、今まで家族とクリコどっちがもっと好きそんな考えはないでしたけど、うん、なんかベクトルが違うとは思うんだけどそういうのを嫌だなって思う人もいるってコメントで、うん、あとは犬が欲しい。あ、これダメだ手続きの書類とか書くのが難しい。でもそれの例えば韓国では私がクリコ代わりに書きましたよ。日本ではなんか証明書とかが必要なんでしょ。日韓カップルならば、うん、本当に付き合ってるのみたいな。まだ、うん、でもそれどうやって本当は写真とかだ。写真とかで、うん、区役所とかの人にクッキーカップルの動画一から今まで全部見せる。彼女寝ます。これもあるかもしれません。例えばクリコが자기와뜻이나야미가리가세요난데자기오카상과형민권도와이프하고와뜻이를좀치가우토모이마스코모시르마혹시손나나야미가혼들아루모카모시레마생이야가이코코진다까라호토바오시라나이다까라이마実際日韓カップル의유튜버さんでも入籍しました結婚しましたってすごいみんな見ててそうだけどそういう人たちはそういう問題とかも乗り越えてなってるからすごい尊敬するなと。これ意外とまた本当本物の問題があると思いますよ。同じ国の人たちが結婚してももちろん問題がありますよ。もう2人が喧嘩してもうそれ問題だけじゃなくて周りの問題がありますじゃん。でもそんなに国際カップルの結婚やっぱり難しいと思いますからもしかして日韓夫婦の先輩があったらいろいろな教えてくれたらありがとうございます。はい、お待ちしてます。